こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日はナイツ・オブ・ラウンド討滅戦に行きます。ここをソロで行きたいので、冒険録を使った侍レベル70、アイテムレベル398で行ってみたいと思います。まず装備はこんな感じです。人数制限は解除した状態ですので、この状態で、ナイツ・オブ・ラウンド、討滅戦、いきまーす。山科学研究所が終わってからの、まさかの連続、バトル。不安しかないんですけど、まあ行ってみます。衝撃ですよ。おじいちゃんがこんな。てかさ、この人たちも来んのかな？だったらすごい嫌なんだけど。いっぱい来ると焦っちゃう。浮いてる浮いてる。あー、一人でできんのかなこれ。いやー、ちょっと自信ないんですけど。私ワンパンだったからな。不安だな。まあやってみよう。適当なご飯しか持ってないからこれを食べ。はあ、不安だ。行きまーす。テンパらない、テンパらない。怖すぎるわ。どうしたの？なんかまた。
でしまう。無理な気がしてきたな、回復ないと。でも頑張ろう。3分以内に終わったから超える力つかないし。しまう。いやThank you.
服が。やばいやばい。やばいやばい、ポイント回復したい。でも超える力ついた、 10%。 よし、回復がない。無言になってしまう。怖すぎるわ。
ってる広がってる。何が起きた？限界です。何が起きた？痛い痛い。何？何が起きたの？よし、いいんじゃない？あ、やったー。何が何やら。いやー、やっぱ回復がないのは結構辛いなー。シグマ同士で来た方がいいのかな。悩む。バカな。千年だぞ。長き祈りの声と竜の目でさえ及ばぬというのか。貴様は一体何者なのだ。あ、おじいちゃん、おじいちゃん。10% ついてなんとかサムライソロでクリアできました。では脱出します。